はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね、仮面ライダーエグゼイドレベルアップライダーシリーズ13、仮面ライダーゲームゾンビゲーマーです。はい、ついに出ましたね、ゾンビゲーマーです。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はいはい、ということでこちらが仮面ライダーゲームのゾンビゲーマーですね。はい、いい感じだね、うん、すごくいいと思います、はい、では今回初めて気づいたんだけど、これ目のところってさ、本当は赤のバイザーがあってこっちは割れてるんだね。そうそうだったんだね。パパてっきりね、こっちが青の目でこっちが赤の目だと思ってたの。あー、でこっちバイザーだったんだね。そう、あー、これまでとちょっと違って太い、足とかも太いし、うん、肩パーツとかもね、やっぱ腕の太さなんかもちょっと違うよね、うん、ちなみにこの腕のパーツは外れるみたいです。そうで、相変わらず気になるのはこの辺に穴がいっぱい開いてる。他のゲーマーとかが一応くっつける仕様にはなってるみたいですね。はい、多分これにバージョンアップするわけじゃなさそうだよね。そうだね。アップにしてみましたけど、これどうでしょう。いい感じだね。うん、やっぱりゾンビならではだね。ああ、そうだよね。なんか ゾンビっていうか、なんか骨っぽいっていうかね。ああ、いい感じ、すごいかっこよく、本当にね、これ待ってたんだよパパ、うん、結構出るの遅かったよね。そうだね。ちなみにこれは取れる？わかんない、多分取れると思う。あ、取れた！あ、そうなの。え？稼働は全身20箇所ですね。はい、まあ、いつもの通りだね、これね。今回ね、いいと思います。このレベルアップライダーシリーズの中でパパ一番好きだな。一番かっこいいと思う。そうだね。うん、ゲームスタート！エグゼイド、今日こそ君の不正なゲームを削除する。悪いけど、ノーコンティニューで援助させてもらうぜ。悪いけど、ノーコンティニューで援助させてもらうぜ。ドーイ変身。悪いな、俺たち二人は二人でレベル20だ。君にはとても我々は倒せない。そういうことだ。悪いけど一発でフィニッシュだ。今回はそうはいかないぞ。お前知ってるぞ。テレビで見たことある。そうだよ、一人でレベル10だろ。そうか、それなら二人まとめてかかってこい。ガサゴン必殺だ。どっちにしたって申し訳ないけど倒させてもらうぜ。ガサゴンスパロー。そう、ドシン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 、ほら、ブフォー、うおっ、しまった。おい、そのままいかねえぞ。ドシン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 、よっしゃ、私がお前らを片付ける。そうはいかないぞ、ほら。とりゃーぶー、申し訳ない、2人いるからね。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドレベルアップライダーシリーズ13、仮面ライダーゲームゾンビゲーマーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、来週は仮面ライダーパラドックスが出るみたいなので、はい、それもレビューしたいと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。